人生はよく旅に例えられる。でもよく考えたら、旅って何なんだろう。人生は旅行のようなものだなんて言わないし、旅と旅行は違うと思う。なんとなくだけど、旅行は楽しいことが前もって分かっている。旅は楽しいことだけじゃないのかもしれない。でも予想しなかった出会いや新しい発見、自分の想像を超える偶然があると思うんだ。何が起こるかわからない不安もあるけれど、どんなことが待ち受けているのかドキドキもする。5月16日は旅の日。かの松尾芭蕉が奥の細道の旅に出かけた日だからだとか。私は上手に俳句を詠むことはできないけれど、心の日記帳に記されるたくさんの感動と出会いたい。怖いからって閉じこもるんじゃなくて、新しい出会いに一歩を踏み出してみようと思う。果てしない私の世界を旅しよう。長崎フォトリップは長崎県本田カーズの提供でお送りしました。